どうもなるみです。どうも夏目くです。いやあのね、うん、さっき停電したんすよ。ほうほうつうか停電してびっくりしました。久々じゃないですか停電したの。まあ確かにね、ここ最近そんなに停電することはないですけど、ね、うん、ないっすよね、うん、びっくりしてね、うん、うん、そうか、てあそうか、アフリカだとだいたい週に、まあ、3,4 回 5,6 回はする感じですよ。あ、毎日すんだ、うん、停電だいたい慣れてんだ。うん、夏目さん全然びっくりしなかったもんね。そうですね、まあ、うん、切れるだろうなっていう。はいはいはい、うん、なんかお便りを読みましょうかね。お、うん、たくさん本当ね、ありがたいことにいただいててね、うん、ぜひこれはなるみさんに読んでいただければ。はいはい、ラジオネームタンタンバタバタさん。タンタンバタバタさん、あれタンタンバタバタさん前来てなかったっけ。いや初めてじゃないですか。初めてか、うん、ご無沙汰しておりますって来てるじゃん。来てるじゃん。ご無沙汰しております。花見でした。再度質問させてください。再度言うてるが。来てるじゃん。以前ビリヤードのプロを目指したもののイップスで引退された夏目さんに質問です、うん、あれから随分とビリヤードにのめり込みました。飽きるどころかさらに上達して何度か優勝したのですが、上を見ると強い人がいすぎてキリがありません。以前質問したときはお二人とも打ち込めるものがあれば思いっきりやるべき、週14くらいやるべきとおっしゃっていましたが、ビリヤードは非常に注力性が高く、上級者を見ていると随分と私生活を犠牲にした人が多いようです。ビリヤードをしすぎて会社を辞めたり、仕事をせずに職業が不安定になったり、家族崩壊離婚したり、結局強くなった先に何があるのかというのを感じるようになってきました。そこで質問です。長かったねここまでね、うん、はい、趣味に打ち込みすぎた先に何かを犠牲してまで見えるものって何なのでしょうか。そこまでしてのめり込むものなのでしょうか。はい、あと趣味に打ち込みすぎて周りが見えなくなる状態って人生において幸せなことなのでしょうか。これはビリヤード以外にも中毒性が高いものに対していろいろと当てはまることかと思います。はい、追伸、福岡幸いか、夏目さんはイップスに見舞われたためアフリカで起業できたのかなと思ったりします、ということでした。ラジオネームタンタンバタバタさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありましたね、あのね、夏目さんにビリヤードのプロを目指すほどうまい夏目さん質問ですけど、うんうん、僕今あのビリヤードハマってまして、うん、どうしようっていうお便りでしたね、うんうん、であの人僕ら結局さ、うん、いやそのなにハマるものなんだったら、うん、もっともっとやるべきだよと、それは幸せなことだからみたいなアドバイスしましたよね。その結果のめり込んだらしいです。素晴らしい、うん、素晴らしいですね。でその後めちゃめちゃ上達して何度か優勝したらしいですよ。素晴らしい、すごくないですか。優勝がねどんなのか分かんないですけど、でもすごいですよね。何の優勝か分かんないですけど、うん、めちゃめちゃすごいじゃないですか、うん、あの後優勝するっていうのは。これもう夏目さんより上手くなってるんじゃないですか。いやだ、いやまあでも僕もね結構プロ級だったんで分かんないですけど、うん、まあでもすごいす、ね、A クラスみたいなこと言ってましたよね、うん、そうですね、うん、で質問としてはなんだろう、のめりこのままのめり込んでていいのかっていう、やっぱまだ悩んでみたいですね。あのやっぱビリヤードは中毒性高くて、上級者を見てると全然幸せそうじゃないっていうことを知ってるわけなんですよ。どうすかこれ。例えばポーカーとかやっててのめり込むじゃないですか、うん、でもポーカーのさらにトップ層は全然幸せそうじゃないみたいな、そういうのないですか。これって、うん、あらゆる競技そうじゃないですか。うん、野球選手だって野球で私生活、私生活も何も野球が全部。でもさ、野球でさ、めっちゃトップのイチローとかさ、うん、幸せそうじゃないですか。野球うまいし。はい。野球うまいし。うまいし。はい、すげえ儲かってるし、うん。いや、全然いいと思うんですけどね、うん、プロ野球選手とか。それは何？ビリヤードは、ビリヤードは中毒性高すぎてやばいって言ってますけどね。パチンコの方がやばいでしょ。まあまあそうだけどね。うん。うん、あの、その、趣味に打ち込みすぎるのは、うん、人生において幸せなのかっていう質問ですね。どうなんですかこれは。打ち込んで、そうか、趣味だから、要は稼げる稼げないからですかね。稼いだ瞬間プロになりますね。だって趣味じゃないですからね。うん、プロになればいいですかこれは。うーん、どうなんですかね。これは趣味でいっぱいやったけど、うん、とかやってもこの先あんまりいいことないんじゃないかっていう。そうそう、そういう心配があるんですよ。あー、それはでもわかるな。そうっすよね。でもそこで止まれるんだったらいいんじゃないですか。うん、止まった方が。うん、でそれぐらいが多分程よく自分の人生でちょっと他の人よりも、はいはい、あの強いよって
セミプロだよぐらい言えてね、ちょっと強いよぐらいがまあ楽しい人生じゃないですか。ポーカーはどうなんですか。まあもう多分一緒だと思いますよ、うん、あんまり行き過ぎるとねお金も時間もかかるし、うん、こっから先ちょっとこうおお大変だなみたいな、はいはい、なんだろう、高校がね高校野球で智弁和歌山2軍ぐらいでね、うん、まあ上はまあギリで大学はちょっとまあ天理とかそれあたりに行けるかもしれないけど行ったところでこの辺が潮時かなっていうところがある。そう、うん、なんかそれぐらいまで頑張れたらいいんじゃないですか。僕はでもそういう趣味がなかなかないんでね、うんうん、その辺まで行けるだけでも相当すごいじゃないですか。いやそうですよね、うん、だからそこだけでもすごいなと思うしね、うんうん、なんかあんのかな。何が普通の人がそんなハマることってね。うん、まあでも何かのね趣味に別にそれが手芸でも、うん、ゲームでも人生が破綻するほどハマる趣味ってすごいですよね。うん、そこまでハマれるのはいいですよね、うん、そうですね、まあ、少しあるのがちょっと論点はずれちゃいますけどソーシャルゲームとかあとカジノ系はそういうハマるように、うん、作ったるもんね、作られているのでそう脳がで、うん、なんか脳からいい感じのお汁が出るように作られているので、あのそれはハマっちゃう気はしますけどね。ビリヤードってでもスポーツなんですよね、うん、だからなんかめちゃめちゃハマったとしてもそんな不幸になるような気はしないですけどね、うんうんうん、どうなんでしょうね、ね、うん、なるみさんは趣味はブログ。あーまあまあ趣味ですかね、ああいうのが、うんうん、でも1日1個なんか記事をポンと出すと満足っていう感じで、それでハマって人生が崩壊、人生破綻するってことはないですけどね。ただね、あのノートに引っ越したじゃないですか、うん、あれによってねすごい気楽になったの、うん、何しろあれってページビューがどんだけいこうが、うん、何しようが、うん、一円にもなんないじゃないですか、うん、それがすごいね、一気打ちしないですよね、全然いいですね、はいはい、ライブラブログの時とかってね広告があってなっちゃう、広告費が入ってきちゃう分、うん、なんかちょっと頑張っちゃおうかなみたいなのがあったりしてね、うんうん、だるかったんですけど、うん、あのノートのいいとこって意外と広告とか入ったり来ないとこじゃないかなって、うんうんうん、あでも寄付されたりしないんですか。あ寄付してくれるたまにいるんですよ、うん、ポンと1000円くれる人がいて、はいはい、でもそれぐらいってことですか。それぐらいですね。有料にしないんですか。まだしない。あのね有料にするのはねかなりね、うん、ハードルが高い、タイミングが選んだ方がいいんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、あれって有料マガジンとか始めちゃうとやめらんないと思うんですよ、うん、例えば僕がなんだろうな、美味しい、そうそう、五反田の美味しいお店5000円とかを有料にし始めて、美味しいお店とかを予約取れなくなるので内緒で書きますみたいなマガジンやったとして、うん、有料の人だけ見れますみたいなやったとしたら、もしかしたらそこそこ売れるかもしれないですけどね、ずっとやり続けるのはなかなかね、うんうん、しんどいので。そうですよね。でも、うん、ケンスさんだけの誰かとかはねノートでもう大体もう100万とかポイポイって、あポイポイってポイポイって入ってくるみたいですよ、ポイポイって。田畑さんがね、うん、英会話を学ぶコツみたいなのを、はいはい、アップしてたんですよね、うん、でいくらって言ってました。車買えるぐらいしてましたね。はあ、何買うんだろう、スイフトかな、国産車かな、ミニクーパー、割と高級車買えるぐらいのみたいな言ってたような気がするんだよな。テスラ行っていいんだろうか、どっかに、まあ、でもどっかに書いてたと思いますよ、僕も見ました、うん、だから多分あれじゃない、5、600万とかってことですよね。そうだね、すごいよね、300万から6、500万コンテンツはすごいよね。まあ、1個1万円でね、300人に買ってもらったら行きますからね。そうだね、うん、というわけで、うん、ビリヤードのプロを目指したもの、イップスで引退した娘さんの答えとしては、うん、ほどほどでもいいんじゃんってことですか、うんうん、前と言ってることが